フリーホイールとは、自転車において、ペダルを回し続けなくても、惰性で進むような気候を組み込んだ、駆動輪のことである。これにより、自転車の運転がより容易になった。固定ギア、トラックレーザーを除くほぼ全種の自転車に搭載されており、フリーホイールの発明は自転車の数ある、技術革新の中でも、画期的なものの一つと言われる。 フリーホイールのラチェット機構フリーホイールは、ハブとドリブンスプロケットの間に、ラチェット機構もしくは、カム機構を備え、トルクを一方向にのみ伝達し、反対方向への回転は空転するようにできている。ペダルからの力はスプロケットからハブへ伝わるが、自転車が持つ完成によって地面から受ける車輪の回転力に対しては空転して、ハブからスプロケットへは伝わらず、 ペダルも回転しない。この働きにより、脱線走行の際にペダルを止めて運転者の負担が軽減される。BMX の一部の種目では、フリーコースターハブと呼ばれる入力側の回転に反応して動力が伝達される、フリー機構もある。この場合、自転車が交代して出力側が回転しても入力側に伝達されない。このため、交代時にペダルが回らない。 ペダルを逆回転に回すと動力が伝達されるものもある。欠点としてはペダルを踏み込んだ場合に動力が伝達されるまでに遅れが生じる。ラチェット機構をペダルとチェーンリングの間に入れる FF システムというものもある。利点としてはペダリングしていなくても自転車が進んでいれば外装変速機であっても変速できることである。発明された当初、 自転車の構造はペニーファージングのように前輪とクランクが直結している構造であり、実用の交通手段としては不便な乗り物であった。安全型自転車が発明され、フリーホイールが発明されると自転車が実用的な用途に利用されるようになった。後に自転車には変速機が搭載されるようになったが、これには車輪の回転がクランクと直結している状態では、 ほぼ不可能であった。ありがとうございます。